西口神田駅は、福岡県京都郡神田町大旭下にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。駅番号は、JF08。神田町は、北九州市の通勤券のためらしュ時には、多数の利用者がある。また、2006年3月16日に開港した、北九州空港に合わせ、県と町により、駅舎を新築し、同年4月22日完成した。 朝に、下関駅と東駅を一往復する列車が設定されている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。かつては、木造駅舎が設置されていたが、現在は、駅舎と駅前広場を改良する神田駅。周辺整備事業により、京上駅舎となって、駅の東西を結ぶ自由通路が設置されている。 この自由通路には、公募により、ウィーロードという愛称が付けられている。駅東側は2009年12月12日工事が、竣工、ペデストリアンデッキも設けられた。西側はほぼ工事が終了、県道などから、駅前広場へ通じる道路が新設された。エレベーターは、改札街と、上りホームを結ぶものが一気、改札街と、下りホーム及び、 自由通路と東口の共用エレベーターが一基設置されている。ホームは両ホームとも4両分のみ重ね上げされている。JR 九州鉄道営業が駅業務を遂行する業務委託駅で緑の窓口が設置されている。2020年度の乗車人員は1821人、日である。駅は神田町の中心駅であり周辺は町中心地である。 駅の東側約300メートルの位置を国道10号が日報本線と並行している。国道10号の東側の神田港周辺の埋め立て地は北九州工業地帯の一部を成しており工場が集積する。駅の西口ロータリー内に神田駅西口バス停が駅の東口ロータリー内に神田駅バス停が駅の東側の国道10号線上に 神田駅入口バス停がそれぞれ設置されている。新北九州空港開港時に北九州空港専用バス乗り場が新設され、西鉄バス北九州が当駅と北九州空港を結ぶ空港連絡バスを運行したが2009年9月30日をもって廃止された。その後、2010年4月20日より太陽交通が 神田町の女性を受け空港連絡バス、ソラッピーを運行したが、2015年4月1日より、運休している。かつては、駅西側の採石所から当駅までを結ぶ、日本セメントの専用線と、当駅から神田港に面する報告セメント、神田工場までの専用線があった。この採石所は、日本セメントと、 報告セメントの共有であったため、日本セメントの工場へは、隣の小場瀬西高大前駅から、神田港駅を経て、さらに分岐する、専用線を通って輸送し、報告セメントの工場へは、日本セメント専用線から貨車がそのまま、報告セメントの専用線に入って輸送していた。日本セメントは、貨車牽引のための機関車を所有していなかったため、 国鉄の機関車を有償で借りて輸送を行っていた。これに対し報告セメントは蒸気機関車を所有しており、セメント輸送以外に従業員輸送を元国鉄貨車で行っていたその後この採石所は日本セメントが撤退し、報告セメントは会社合併で三菱工業セメントとなり、採石を東谷工場にて行い輸送手段を ベルトコンベアに切り替えたため、現在宇部さんのみが採石を行っている。双方ともレールは撤去されたが、日本セメントの専用線跡は、ほとんど未舗装道路で残っており、橋脚も残っている。また報告セメントの専用線跡は、その大部分が舗装された道路になっており、日豊本線との分岐部分は公園になっている。 なお報告セメントは1972年9月18日に専用船で使用していた5号機関車を教材用として神田小学校に寄贈。現在も学校敷地内に生態保存されている。ABC、週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞に出版、2012年9月23日、23ページ。 ABCD ゆげしのぶ、福岡県、JR 全駅や市処房、1993年10月15日、191から192ページ。ISBN47 億5120万5293。鉄道ジャーナル第21巻第7号、鉄道ジャーナル社、1987年6月、105ページ。交通新聞。 P1AB 駅別乗車人員上位300駅九州旅客鉄道2021年9月7日閲覧駅別乗車人員上位300駅九州旅客鉄道2019年3月10日閲覧駅別乗車人員上位300駅九州旅客鉄道2019年7月27日閲覧 駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年12月24日閲覧。地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在記者。クラブ、私鉄、専用線の蒸気機関車。鉄道ジャーナルナンバー79。100ページ。昭和45年度私鉄用欄200ページ。谷口義忠。 北九州の専用鉄道1950の1960見分期レールナ、no. ンバーワン6925年に国鉄より4輪3等で荷物関係者1両を購入している鉄道省鉄道統計資料対象14年度ありがとうございます